どうも武田です。最近ですね、草野球投手の悩みをゼロにしたいというテーマを掲げておりまして、今回は平地で力が入らない人を救いたい動画でございます。たまに草野球ですとですね、平地のマウンドもあります。ですがそんな中でも投手はいい球を投げたい、そんな悩みを抱えていたところ、神から助言をいただいたんです。竹虎、右足ちゃうか、あとピンポン玉ちゃうか。この助言を意識しまして先日の試合登板しました。するとですね、このように低めの球が行くようになったんです。はい、神というのは冗談ですが、それぞれ解説をさせていただきます。まず右足のイメージなんですけども、膝を曲げすぎると特に平地は力が入らないというところで、かかとで地面を押すイメージで軸足を使うと力も伝わりやすく膝も曲がらない。僕はそんな実感を受けました。そしてピンポンの件ですけども、これは今までよりいい球を投げたい、投手はみんな思うんですけども、そういう球を投げるには今までの感覚を超えなきゃいけないというところで、ピンポン球のこの伸びを脳に染み込ませて伸びのある球を意識することが大事です。ということで、以上2つのことを意識して今回は練習試合に臨みました。対戦相手は強豪の山田トゥナイトさん。こちら2ストライクからのボールなんですが、この低めのボールですね、今まではこういう球あまりなかったんじゃないのかなと思います。沈みすぎない意識をするとですね、低めにも投げやすくなって、高めのボールももちろんですけども、球が強くなった実感があります。さあ続いて四球によってランナーが一塁の場面、こちらも低めに集まっております。これはちょっと甘かったんですけども、打者が待ってなかったのかな。からのこれはバッター三振、相手ランナーはナイスランでございます。二塁に進められました。はい、その後もこんな感じで真ん中でスイングストライクを取れることはあんまりなかったんですけども、これも曲げない意識が出てきたのかなと思います。変化もこれ落差が出てくるんですね、膝を曲げないことで。その後はボールの下面を叩かせてフライアウト、交代でございます。さあ続きまして2イニング目でございます。そうですね、意識はして球も良くなったはずなんですけども、相手チーム強豪でございます。バッターも凄まじいスイングをしております。ここで私は安易な考えでただのスローボールをチョイスしたんです。はい、浅い考え見破られ、打球を遥か遠くへ飛ばされました。これ高見さん爆走してもうこれ本来はホームランぐらいの勢いだったんですけども、ランナー作られてしまって二塁ストップでございます。ナイスバッティング。その後、こんな感じでいい球はいってるのかなって自分の中では思ってたんですけどね。こちら高めに浮いて、同じようなすごい凄まじい打球を打たれまして、高見さんナイスキャッチしていただいたんですけども、一旦ランナーは帰還と、1点を取られてしまいました。めっちゃ打たれるもん、この回はなんとかこの1失点で終了。次の回もですね、バジャーンと、もう一丁バジャーンと、すごい打球を打たれたんですけども、椿さんナイスキャッチ、これめちゃくちゃナックルしてたと言ってました。よく取りましたね。その後ツーアウトランナー一塁の場面でございます。バッターはこれウレタンのバットではないと思うんですけども、ショート、これスライダー、いい打球を打たれましてセンターに飛んで、これですね、高見さんナイスキャッチからの一塁に送球して前代未聞の外野ゲッツーとなりました。この試合はとにかく後ろに助けられた試合でした。はい、平地グラウンドは攻略したんですけども、打たれる竹虎、私ただ修行するべしと再度痛感しました。
頑張ります。